るくん、それにひろきくんも。いける。いかん、二人とも逃げるんだ。あそこがああなってこうなると、つまりここがこうなる、するとあそこはああなるから。やったぞ夏美、タイムマシンの完成だ。それどころじゃないでしょ。聞こえるかい、かけるくん。えらいことになった。さっきの事故で君は今タイムスリップしておる。もうすぐ恐竜のいた旧世代に到着するぞ。まずいことに、さっきの猿たちもあちこちいろんな時代にタイムスリップしておるようなんじゃ。このまま猿たちを放っておけば、地球の歴史はめちゃめちゃになってしまうじゃろう。そこでカケル君、君に頼みがある。幸いにして君はわしの開発したガチャメカを2つ持っておるはずじゃ。それを使って逃げた猿たちをできるだけ多く捕まえてきてほしいんじゃ。猿はゲットアンというガチャメカで捕まえることができる。そして万一君に危険が迫った場合はメカ棒で反撃してくれ。きっと役に立つはずじゃ。大変な任務じゃが、君ならできる。よろしく頼むぞ。Yeah!
しに役立つサルレーダーじゃ。転送するからトレーニングスペースで試してみてくれ。トレーニングをクリアせんと次のステージには進めんぞ。それでは頑張ってくれ。時代は新生代といって、恐竜が絶滅した後の時代じゃ。人間はまだおらんはずなんじゃが、なぜか文明の痕跡を確認したぞ。これが猿の仕業じゃないとすれば世紀の大発見じゃ。ぜひとも調べたいが、今は猿たちを探すのが先決じゃな。そうそう、それともう気づいておるかもしれんが、伏せたり隠れたりしながら猿たちに気づかれないように近づくと捕まえやすい場合があるぞ。基本的に立っている時より伏せている時、動いている時よりじっとしている時の方が見つかりにくいようじゃ。参考になったかな。じゃあ頼んだぞ。救助のみんな、ご機嫌いかがかな。俺の名はスペクター。新しい地球の支配者、新時代の猿たちのリーダーだ。あんたさっきのお猿じゃない。ちょっとどういうことよ。スペクター、君は遊園地で芸をしとった小猿じゃな。あの可愛くて人気者だった白いお猿。さあね、もう忘れたな。ただ言えることは、今の俺は抜群の知能と絶大な力を手に入れたってことさ。それも博士、あんたの発明したヘルメットのおかげでね。いいかいスペクター、よく聞くんじゃよ。確かに君が手に入れたピークポイントヘルメット、つまりピポヘルは、被ると潜在能力を引き出し、しかもそれを格段に向上させることができる。だがあれはまだ未完成でな、今使うのは大変危険なんじゃよ。悪いことは言わん、今すぐピポヘルを返すんじゃ。未完で、あれは素晴らしい発明品さ。それにもう遅いよ。俺たちはすでに新しいピポヘルを自分たちで作っているのさ。俺のなんか性能をパワーアップさせた特注品だよ。とにかく俺はこれからあらゆる時代に仲間や俺の作ったモンスターを送り込み、人間が支配してきた地球の歴史を全部書き換える。そして世界を征服するんだ。いいかい、邪魔する奴は徹底的に攻撃するから、そのつもりでね。何勝手なこと言ってんのよ。あんたたちなんかカケルがすぐ捕まえちゃうんだからね、カケル。そうそうカケル、お前にはとてもいい遊び相手を用意したよ。ヒロキ君。カケル、お前とはいつか決着をつけようと思ってたんだ。いいか、お前を倒すのはこの俺だ。白黒発揮され。なんで、なんでヒロキ君がそこにいるの。それにどうしちゃったのよ、すっかり変わっちゃって。ヒロキ君、しっかりして。聞こえてる。無駄じゃよ夏美、おそらくスペクターに操られておるんじゃ。さすが博士、その通りさ。ここにいるヒロキはもう昔のヒロキじゃないよ。ヒロキは生まれ変わったのさ。それじゃ研究所のみんな、君たちの活躍せいぜい楽しませてもらうよ。バイバイ。
What?
えるハチンガーじゃ。転送するからトレーニングスペースで試してみてくれ。トレーニングをクリアせんと次のステージには進めんぞ。それでは頑張ってくれ。
俺とお前と1対1の勝負だ。俺についてこい。生き物が現れるか想像もつかん。十分気をつけてくれ。
ケル君、次は非常に寒いぞ。地球には今までに何度かこのような寒い時代があってな、この時期を氷河期というんじゃ。君はガチャメカに守られとるから少々の寒さには耐えられるはずだが、とにかく十分注意してくれ。マルコ！
居場所が分かったと。スペクターは人間が文明を発展させた時代にいるようじゃ。いよいよ最後の決戦じゃ。頑張ってスペクターを捕まえてきてほしい。そして無事に現代に戻ってきてくれ。待っとるぞ。
ここまで来たの。スペクター、ヒロキ、
ヒロキ、作戦は順調に進んでる？はい、町のすべてをほぼ制圧しました。よし、じゃあ現代に戻るぞ。はい。待って、逃がさないぞ。あいにくだな、カケル。残念だけど今はお前の相手をしてる場合じゃないんだ。でも決着は必ずつけてやる。それまで待ってろ。そいつと遊んで勝てたらね。今町の様子は見てきたと思うが、君のいない間にスペクターたちは町を襲い寄った。これを見てくれたまえ。これは猿たちが町の中心に作ったスペクター基地の映像じゃ。奴らはこの町で猿の限りを尽くしておる。残された希望はもはや君だけだ。君の勇気とそのガチャメカがあればスペクターをきっと止められる。君にはそれができる。あとは頼んだぞ。待ってないよ。